どうも梶ヶ谷拓也です、今日は皆さんに iPhone の写真動画を SD カードにバックアップを取る方法、そして復元する方法を紹介したいと思います。まずですね、この方法をするのに必要なのがもちろん iPhone なんですけれども、 iPhone の中でですねバージョンがですね iOS13 以降に対応しないといけません。これを確認するためにはですね設定アプリを開きます。そして一般を開きます。で情報を開きます。そうすると、この上から2個目にシステムバージョンという名称、ちょっと機種というか、バージョンによってはちょっと若干名称が違うんですけども、このバージョンというところが 13. 点いくつ、これ今 13.5.1 ってなってますけども、これが13以降じゃないとこの機能を使えませんので、ですのでこれが13かどうかっていうのを確認してください。これはiOS13 の新機能になっておりますので。で、この中身ですね、iOS のバージョンも問題なくて、次に必要となるのが、こちらのアダプターですね。でこれはまた詳しくですね説明文にどのアダプターの名称かっていうのを載せておきますけれども、ここがですねライトニングの端子になっておりまして、でここがこれ SD カードの差し込み口となっている、この Apple 純正のアダプターです。これはいろんな会社から出てるタイプがあるんですけれども、今回は純正でやります。純正じゃないとですね正常に作動しない場合がありますので、そこら辺を認識した上で純正にするのか、社外品にするのかっていうのを選んでください。で、このアダプターが必要なのと、この iPhone と、あとはですね SD カードが必要になります。で SD カードですね、最大で理論的には 2TB まで対応してるんですけれども、私の方で持っているSD カードがですねマイクロ SD の 1TB までが限界だったので、それを差し込んでみたところ正常に作動しましたので、まず私の環境でいうと 1TB までは問題なく動きました。ですのでこの SD カードもですね、容量が大きければ大きいほどデータを入れられるので、その辺はですね、値段も上がっちゃいますので、見てる方の予算とかですね都合に応じて判断していただければと思います。ちなみにですねこの SD カードをつなげても反応がない場合なんですけれども、これフォーマットといって、この SD カードの形式ですね、このフォーマットが暗号化されてない APFS か暗号化されていない HFS プラスか FAT か EXFAT、EXFAT の4種類のフォーマットしか対応してませんので、それ以外のフォーマットだと iPhone がですねそもそも読み込まないですね、もう反応しないってことになりますので、もし反応してない場合はアダプターがまず純正かどうかを疑うのか、あとはこの SD カードの中のフォーマットが違うというところを疑ってください。でもしフォーマットが違う場合はですね、一度パソコンとかにつなげてフォーマットで形式をさっき言った4種類のうちのどれかに当てはめていただくと使えるようになりますんじゃないかと思います。で、ここまで準備が揃いましたらですね、実際にこのそれぞれのアダプターとかですねカードをつないでいきたいと思うんですけども、まずアダプターをつなげまして、ここの差し込み口のところに SD カードを差し込みます。 SD カードを差し込みますね。そうするとですね iPhone 上は別にまだ今のところ特に変化はないんですけれども、まずこのファイルというアプリの中にこの SD カードの項目が出てきます。でもしこのファイルがないという方は App Store からファイルと検索すると入れることができます。昔例えばファイルを消してしまったという方はですね App Store から入れましょう。でファイルを開きまして、でこの項目の中にこの iPhone とか iCloud ドライブとかってある中にこのノーネームという表示があります。でこのノーネームというのがこのSD カードの名前ですね。で SD カードの名前がノーネームだったり、この商品名だったりとかですね、いろいろあると思いますので、今回はこのノーネームというところが、この SD カードになりますので、正常に作動しているということになります。で、開くとですね、ここにフォルダーがあったりなかったりとかいう形で、これは中身見れている状態なので、これは正常に作動している状態です。で、これも問題なく作動してますので、実際に写真動画をですね、こちらの SD カードに移す方法を紹介したいと思うんですけれども、まずですね、写真アプリを開きます。そうすると例えばこんな感じでですね、この写真を全部 SD カードの方に入れたいよみたいなことがあると思いますので、この一覧表示で分かりやすいのは右上の選択を押して、これ1個ずつ選んでいくといいんですけど、1個ずつ選ぶと結構時間かかる場合が多いので、そういう時は、始まりを一回横になぞってから縦になぞると、なぞった範囲が全部指定されますので、これで全範囲をですね指定して、でこの項目を全部バックアップ取りたいなっていう場合はこの左下の四角と上向き矢印を押します。で、これ下から出てきた項目でですね、こちらファイルに保存という項目がありますので、このファイルに保存というのを押します。で、この iPhone 内 iCloud ドライブっていう項目のところにさっきのですねノーネームという項目がありますので、このノーネームを選びまして、この中に保存するんですけれども、あとはもうフォルダーでどこに保存するかなので、この上の階層に全部保存しちゃってもいいですし、この右上のですねフォルダーとプラスのマークを押して、この中に新規フォルダーで例えばこう、写真バックアップとかっていうタイトルにして、そうするとですね、写真バックアップのフォルダが1つできましたね。で、その中に入れてもいいですし、さっきの通りで、このノーネームの中にも直接入れちゃってもいいです。で、今回は、じゃあ写真バックアップのフォルダの中に入れましょうか。ですので、ここを選んで、右上の保存を押します。そうすると、読み込みが始まりまして、あとはですね、注意点としては、これ今写真11項目なので、そんなに言ったら容量ないんですけれども、この中に動画とかが入っていて、その動画がですねさらにこう、何十秒とか、何分、最悪というかもう最高でこう1時間何時間とかっていう動画を映す場合は、途中でエラーが起きる可能性がありますので、そういうものがある場合は、ちょっと1個ずつやるとかですね、容量が大きいものは1個ずつやって、ちょっとエラーが起きた場合はまたやり直すみたいなことをやっていただくといいのかなと思います。で、今移すことが完了しましたので、まず内容の確認としてはですね、このファイルを開きまして、さっきと同じような感じでですね、このノーネームですね、ファイルの中のこのノーネームを開いている状態にして、でさっきフォルダを作りましたね、写真バックアップというフォルダを作りましたので、ここを開くと、入れた11項目がここに入ってます。11項目入ってますね。でこれでまずバックアップ完了です。でこれはですね iPhone 内にも写真があるし、この SD カード内にも写真があるという状態です。で、この後ですね復元はどうすればいいかっていうとですね、この復元したい写真をですね、今度同じような雰囲気で右上の選択をしまして、あとはこう同じような感じでなぞって一回横になぞってからこう縦になぞるとですね、そしたら範囲が全部選択になりますので、で、この写したい写真を選んだらこの左下の四角と上向き矢印を押しまして、でこの下から出てきた項目の中でここですね11枚の画像保存という項目を選びます。でこれを押すとこの SD カード内の写真動画が今度 iPhone 内に保存されます。どういう仕組みかというと、この写真アプリ開いてこの最近の項目、こちらですね、最近の項目は今保存したものが入った順番です。入った順番で、この左下の写真という方は撮影した順番になりますので、例えばこう一回こっち保存しちゃったらこの iPhone 内の写真がバラバラになるんじゃないか、こうなんか日付がこうバラバラになるんじゃないかみたいなご質問される方もいらっしゃるんですけれども、この最近の項目は取り込んだ順なので、バラバラというかですね取り込んだ順になります。でこの左下のですねこの写真を押した時に並んでる順がこれ撮影日順になりますので、撮影日で見直したい場合はこの左下の写真のところを押していただくと見やすくなりますので、それでいいのかなと思います。ちなみにですね、例えばこれ SD カードを使って一眼とかですねコンデジとかで写真を撮影しましたと。で今まではそこからこうiPhone 内に保存するときにはこう結構経由して大変だったんですけれども、これはですねもうこのアダプタさえ買ってしまえばこれ差し込んで写真アプリを開いてこの右下の「読み込む」という項目を押すとこの1時間とかで撮影した写真が出てきます。このままでこの右上でですね全てを読み込むを押して全部を読み込んでもいいですし、何個か選んでこう選択した2枚の写真だけを読み込むみたいなこともできます。で読み込むって押したらですね今度は読み込んだ写真ですね、これですね、全て読み込むのか選択項目を読み込むのかで、選択項目だとこの2つ読み込んだとして、読み込んだ後どうしますかとこう選択肢が出てきますね。この SD カードの写真を iPhone 内に保存しました。それはいいですよと。で、この SD カードの写真どうしますかっていうのがこれが質問で。でこれ残すと押しとくと SD カードにも残るし iPhone にも残る。で削除を押すと SD カードから消えて iPhone だけに残るみたいな感じになりますので、これをですね使いこなしていただくとよりいいのかなと思います。ちなみにですねもう全ての作業が終わってこの SD カードを取り出すとなった時はですねこの履歴からこの全てですね、ファイルとか写真とかの、このアプリを消して、iPhone の画面をロックした状態で、この状態で、アダプターを取り外してください。これで安全に取り外せます。今日の動画を見てですね、一つでもいいねというところがありましたら、こちらの高評価のボタンを押していただけると幸いでございます。こんな感じでですね、かじがや電気店の方では iPhone とか家電製品全般の情報を提供しておりまして、あとですね、現在こちらの超すごい iPhone も絶賛発売中となっておりますので、こちらもチェックしていただけると幸いでございます。それではチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた。